ですはい、皆さんこんこにちはフィンテックの、えー、分科会ということで先ほどここであったのが AI の、えー、分科会でだいぶ盛り上がりましたけれどもで分科 AI の話とだいぶ重なる部分はあるんだと思うんですけれど、まあ、それをまあ具体的に。 金融分野に当てはめると何ができて何を考えなきゃいけないのかということを考えたいと思いますけど、まあ、1時間しかないんでですねもうあんまり、えー、とあのイントロ入らずにいきたいと思うんですけどそうは言ってもこの中にはフィンテックにすごい詳しい方もいらっしゃればフィンテックって何っていう感じの方もいらっしゃると思うのでざっくりと今フィンテックっていうと一体どんなことができるんだろうとかですね将来 どんなことができるようになるんだろうとかってことをちょっと最初にえっと少し順番にお話しいただければなと思うんですけどまずはこういう順番なんで増島さんからちょっとえ考えてらっしゃるイメージを、はいはい、多分ですねあのまあフィンテック結局やろうとしていることは所詮金融は情報産業だってこういう一言でありまして。 あのここまあインターネット上でそのメディアとかコンテンツの分野で行われてきたことを金融でやりましょうというまあこういうことでありますということですねと。なのでその新聞とかえ本とかえ音楽とかえまあこういうものが。 あのどんどんこうディスラプトされていたわけですけれどもまあそれぞれアマゾンがいたりアップルがいたり YouTube がいたりといってこうひっくり返してきたやつと同じことを同じあの情報だよねっていうことであの金融のところでやろうとしているのがまあフィンテックというふうなまあこういうものでして違う部分はまあ,あるとするとそのデータをまあ着目するというところも一緒なんですけどちょっとデータがセンシティブだよという話。 とあとそのデータの部分でいうとそのシェアという考えでいくと結局お金っていうのは希少剤になっているのでどちらかというとこう価値をこう移転しなきゃいけないだからこっちからこっちにシェアをするというよりはこっちを 使うとこっちがなくなるっていう仕組みをちゃんとインターネットの中でどういうふうに実装していったらいいでしょうかってまあこの問いをあのうまくやらなきゃいけないよねってまあこういうふうなところが少し違うということでまあそこがこう規制のところとこうあの絡んでるっていうまあこういうふうな捉え方をすると多分結構本質に近いんじゃないかなと思いますどうぞじゃあえっと、まあ、ひ一言で一番分かりやすく私が認識している言い方をすれば キャッシュレスとネット上でいろんな取引ができて管理ができてする社会ということだと思うんですね、それで日本の場合はあのなかなかそうならなくてですねクレジットの決済なんかも非常に少ないですし先進国の中で最も少ないんだと思いますし現金の,この流通量は GDP 比でこれは圧倒的に高くてですねみんな現金でやると、特に政治家は現金が好きだと言われてるんですけどもこれは古い政治家ですから。 古い政治家新しい政治家はそんなことはしませんので、スマホで献金をしてもらうという、非常に透明なですけど、<laughs> という社会になってますけど、まあ、あの政治家だけじゃなくてです、ね、日本人全体がそうなんですね、中小企業の社長もそうですし、いわゆる小売店の人たちも、基本的には現金商売というのはみんな好きで、現金を早く欲しいということなんですね。 ですからまあそういうのが一つあって、これがなかなか進みにくい理由の一つだと思うんですけれども、もう一つが、大きな理由が、やっぱりこの銀行のシステムが、まあ、あの出来上がっててです、ね、日本全国、大体どこ行っても ATM があるという世界があってです、ね、非常に便利なわけですね、えー、ですから、何かあれば銀行から現金を下ろして使えばいいやということでありますので、それ、まあ、あのこういうことが原因で、 おそらくなかなか、えー、このキャッシュレスにならないんだと思いますが、えー、アフリカに行くと、あのマサイ族まで,です、ねえー、スマホでエンペサっていうのは、あのもう 10, 10年以上、20年ぐらい前ですかね、行ってびっくりしましたけども、15年ぐらい前、えー、もうスマホで送金してるわけですね、えー、それはあの銀行がないから、そういうことが帰って済むわけですし、今やあ韓国、中国でも,うものすごくキャッシュレスになって。 中国はある調査によると75、75%がお年玉の75%はスマホに送金するというぐらいの感じに変わってきているということですので、われわれなんか、日本は先進的だと思っていると、この分野はもう全く遅れてますので、何とかしなきゃいけないと、あ今日はそういう議論だと思いますので、ぜひ、いい意見交換できればと思います。えっとあの 割とこういう席だと銀行の人が多くて銀行のシステムについていろいろと例えば今先生のようの銀行システムがよくないのであまりに良すぎてしまって結果としてレガシーが終わってしまうんだということがちょっと言いにくいことが多いんですけれども今日はさっき調べてみたらここにおよそ銀行の人がいらっしゃらない。 とということなんですあの私、それを思ったのはです、ね、g 1ってとっても銀行員少ないですよね。でねあの元銀行の人は、ね、たくさんいらっしゃるんですよ。高原先生の,、ね、あの元銀行員でいらっしゃいますしあの沖縄さんも元銀行員でいらっしゃるんだけどただあのその今、銀行にいる人はほとんどいないのでつまり、ここにあの大きなです、ね、あの今日の2回目の全体セッションであったような分断が。 要するにあネットワークにつながっている人とつながってない人が明らかにこれ分かれちゃっているんですねそうするとそういう分かれちゃっている人の要するにデジタルデバイトされちゃってる人にも金融のサービスをデリバリーしなくちゃいけないので銀行がなかなかイノベートできないっていうのが今の日本の大きな 問題でこれをなんとかしようとしてまあ頑張っているのがフィンテックなんですけれどもあのちなみに先ほどあの松尾先生でしたかテンセントあ、ね、あのあのウィーチャットご存知ですね皆さんねウィーチャットペイとはっていうのはもうあの多分あの当ア,アリペイで大体ーセントぐらいであの中国の決済も持っちゃってるっていうすごい会社ですけれどもいやあれなぜかいうととウィーチャットをみんなが使ってるからウィーチャットペイ使うわけですよね。 そうするとどんなに銀行が一生懸命なんとか API を使ってこういうインターネットシステムを作ったとしてもそれを皆さんが使ってくださらないことにはですねフィンティックにならないという問題がありますの我々はそういう意味ではディバイドされている人たちに対してどういうふうにそれを IT の世界に あの引き寄せていくかということを同時に解決しながらあのアその I.T. による銀行自身のイノベーションを進めていくというそういうあの席も今追っているんだと思っています。そのその映画フィンテックだと思っています。まああれですよねフィンテックって言葉はあの金融をテクノロジーでテクノロジーによって新しいサービスが金融でいろいろできるようになるまあこれ全般フィンテックっていうまあことになってるわけですけどでテクノロジーじゃ何が発達してきたのって先ほどこのまあ AI のセッションはだいぶつながりがあるんで話をすると松尾さんがおっしゃってたやつはい一番最近に変わったのはやっぱりディープランニングだとでそれ以外のテクノロジーは実はもう10年前からあったという話をされていておそらく金融のこのテクノロジーの部分も何が新しいのっていうと実は新しいものはあんまりなくて本当は10年前からやるべきことはや,やらなきゃいけなかったでそれが今お話にあるようなオールドエコノミーと、まあ、ニューエコノミーだかもしれませんけど実は発展が進まなかった。ただ新しいもの とといいうことでいくとディープラーニングとそれから、まあ、この後少しお話が出てくるようなブロックチェーンの話ですねビットコインとかブロックチェーンの話は新しい話なんだけど多分今の今日のお話の部分は結構ブロックチェーンそのものというよりはある種、まあ、本当はもうずいぶん前からあったテクノロジーがなかなか入んなかったでそれがこう今新しく入ってきて、まあ、あの今のお話になってるんですけどで、まあ、その辺りきっとか,かなりあの法改正の側からいろいろ頑張ってこられた。 増島先生とそから党、えー、の側で今頑張ってらっしゃる西村先生とは終わりなんでなんか今のところなんか変えたいなとかですねここは大きく本当は変えなきゃいけないんだろうけどっていうところをちょっとお話しいただければ。 ブロックチェーンで,です、ね、いや全最近そのブロックチェーンをま,あまともにこう使いましょうというのがいろんなところで、まあ、日銀さんもやっているし金融庁もやっているし今日はあのトランプ政権があのブロックチェーンを真面目に僕たちやる。 って言ったっていうのがニュースになってましたけどまあかなりのこうねりになってますねという話なんですよね。でいろんなトランザクションをまあブロックチェーン上でまあやりましょうというこういう話になった時にまあ何が問題になりますかみたいなのは結構こう検討あのしたりするんですけれどもまあそのあのブロックチェーンはいいですよね。 価値、まあ、移転手段なんですけど、まあ、あの帳,簿帳簿の革新という一応こういう世界観で今までその帳簿っていうのは誰かが持ってたのでその誰かを信頼してそのあの残高とか帳簿とかを見てたんですけどそれをみんなでシェアをすることによって、まあ、他の人も見れるっていう、まあ、こういう状態を作ることで、まあ、その信頼性を確保しましょうって、まあ、こういうふうな、まあ、話になっているわけですけれども。でまあ、このの帳簿とその 契約の関係ってもなかなか難しいんですけどその残高が1,000円だったのが、まあ、1万円になりますということは結局、えー、9,000円をこう支払ったっていうことになりますんで、まあ、ここの部分をその契約というふうにまあ呼んでますという、まあ、こういうふうなまあ話なわけですけれどもあの現金であればそんなに実はあの困らないというか。 あの移せますねという、まあ、こういう話にこれはもちろん法,法律の,あの、まあ、法定通貨どうしますかっていう問題は若干ありますけれどもテクニカルにはできるんですけどその世の中で言われてるその土地もとかですねなんか自動車もなんとかもっていう風な話になってくるとその帳簿システムみたいなものがあの日本の法律の制度の中にいろいろ入って いるわけけですけどこの帳簿とそのブロックチェーンがこうブロックチェーンの帳簿がその法律で言っているいろんな帳簿もしくはその所有権の表し方と一緒ですということが確保されてないと、まあ、あのなんかブロックチェーン上で帳簿が動いたといったところで。その あの例えば車がこっちに移ったといったところで「いやこの車僕持ってますけど」って言われると全然話にならないみたいなこういう話があってこの辺の帳簿と実態をこうどう合致させるかお金についてはこれ結構簡単なんですけどそれ以外結構難しいものがあってこの辺どうしますかなんていうのを多分真剣に考えていかないとなんかブロックチェーンでこんなことできますよ今後みたいなやつを多分解決する手段 あの必ずししももそうならななならいいかかれないこんな感じですか、ね、ち,ょちょっとその手前ぐらいですよね,ですね今のような話で、まあ、問題あるんですけどもうちょっと手前の分かりやすいところでブロックチェーンってどんなもんで何がそんなに違ってどんなすごいことができるようになるのみたいな。 どのののぐらいいすすごいのかってては結構難しくてですね今そのブロックチェーンっていう言葉を徐々にこの分散型台帳技術まあディストリビューティッドレッチャーテクノロジーというふうにあの言い換え始めているんですけれどもこの辺は結局その帳簿のイノベーションみたいなこういう捉え方をあのした時にまあ何ができるかというと基本的にはそのえ自分で 今までってその契約を締結しますという話になりますと契約は契約で終わっていたわけですけれどもその後にそに実際その契約に従って何か物を引き渡してくださいとか支払ってくださいっていうのはまた別の行為として存在をしていたわけですけれどここをこうガチャッと1個に合わせてしまいましょうというまあこういうふうなまあコンセプト若干分かりにくいですねねこれね <laughs> <laughs> その辺り誰かなんかそれぞれイメージは面白いもんで。 あの、まあ、基本的にはまずあのブロックチェーンっていうのはの言葉ができたよりも前に実はビットコインっていうのがありまして、ね、まずあの2008年に澤敏剛本っていう人があのビットコイン、あのピアトゥピアあの実際はキャッシュシステムっていうのを論文を書いたでそれを実装した二千2009年です。 2009年実装してその後あのこれも佐藤にあの実装したんですけどもその実装した技術の,この中で使われていた技術これは非常にあの枯れた技術でみんながまず電子署名ができるようにするあのまあ,あの楕円曲線暗号っていうのを使って ECDSA という署名を作るんですねでその結果署名したものを今度はその、まあ、ハッシュ値いうで ハッシュ関数というを使ってです、ね、あのこうデータをこう圧縮すするわけですねで圧縮したデータをさらにいろいろまとめて圧縮したものをまた圧縮また圧縮っていう形にしてこれはマークルトリーっていうんですけどもこれで1個の,このトツリーを作ってその作ったトリー全体の一番上のまあハッシュ値みたいなものというものがこれがあ,のある意味でそのこれは中のどこどっか1個でも変えればそれも変わっちゃうみたいなそういうものを作っておく。そそれを今度はその次に あのこう次々とデータを渡していくとで渡していくときにその渡す新しいデータを作るときに前のハッシュ値を次のハッシュ値の種に入れるわけですそうするとあのデータを最初の1個でも書き換えたらあと全部書き換えなくちゃいけないとそれがすごく大変だということでこれは書き換えられない。 イミュータブルって言いますけども書き換えることのできないデータをインターネット上に作ることができるようになりましたっていうのがブロックチェーンというものの進化だと言われていますこれまでインターネット上のデータなんていうのは好きなようにこう書き換えられてたわけですねあそれからあと例えば電子署名とかそういうものも皆さん例えば普通にマイクロソフトの Windows アップデートとかを使うときに実は電子署名が機能の中で動いてるんですねだけど自分の署名が確かに自分が書いた E メールを これが自分のものだというふうに証明して相手に送ることって今できないじゃないですかあの専用のソフトを使えばできるんですけど今そういうものはきちんとインターネットの中に組み込まれていないんですね。だからこれを組み込んじゃったのがブロックチェーン なんですでそういう意味では ECDSA がきちんとあのインターネット上で広く使えるようになって、みんながその秘密鍵をちゃんと管理しているなんていう状態をあの世界中に普及させちゃったということはです、ね、あのこれまであの暗号学者がずっとやろうとしてきて、全然できなかったことなので、ある意味ではあの、その意味ではすごいイノベーションだと私は思いますね、ただ、それがあの本当にその後何に使えるかというところについては、いろんな工夫が必要だというのはまうしうとま、ご覧てださいうですか。あの あのブロックチェーンのこともちょっとお話したいんですけどその前にその前段階で今いろいろとあの日本も遅ればせながらいろんなことが進んでましてです、ね、それで例えばあこの最近ですけれども電子レシートをこう認めるように国税庁がようやくなったとかそれから今回、えー、法案を出して、えー、そのいわゆる電子決済の代行業者がこれまでは えーまあ、代行してもらうときに例えば私が代行してもらおうと思った私の口座から暗証番号は全部その人に教えてなりすましたような格好でその事業者が銀行の取引をこう管理するっていう、まあ、ちょっと変な不安定なやり方だったんですけども、えー、登録後の人たちを登録事業者にしてちゃんと一定の、まあ、最低限のルールは守ってもらうようにしてです、ねえー、やってな、えー、りすましじゃない形で,で銀行は銀行でそういう人たちには いわゆるオープン API で接続を認めていくということで、今回、正式になるわけですけれども、あとでまたここも論点になるんですけども、あんまり厳しくやりすぎると、ですね今度はそういう事業者が入って来れなくなるんで、ここは党内でもすごい議論があったところですけれども、一応、規制の差をつける形で、 緩やかな規制の中で、そういう事業をやってもらおうということで、まあ、そういう意味ではあのあの、遅ればせながらいろんな形で今、進んでいってるということで、実は私の事務所も支出だけはですね、えー、某ベンチャーに管理してもらって、もう全部教えて、ですね全部透明な形で支出はそこでそれかあの、クレジットカードで払ったようなやつも全部そこで見てもらおうというように、今度から、4月からしようとしています。 やってるんでですすけけども,、えー、もう全然楽になるわけですねこれまであの1人が張り付いて支出を全部打ち込んだりして、えー、レシートから打ち込んで、えー、まああのこれは企業会計と正式金の規制法はちょっと違うんでそこはあのなかなかすぐにはできないんです少なくとも資質が全部バーッともう一覧で出てくるわけですからあとは分類するだけなんで非常に楽な仕組みをやろうとしてますけども、まあ、とうとうですね進み始めてるわけですがでその先にブロックチェーンという、まあ、今お話があった 中央管理の仕組みではなくて分散型でそれぞれが取引台帳を共有する形で改ざんができない仕組みで共有するというやり方ですのでこれはまあ応用範囲がもうめちゃくちゃ広くてですね金融だけではなくてえ不動産の投機の話とかですねえあるいはサプライチェーンのいろんな取引も多分これでできるようになると思いますし。 医療情報なんかもあると思いますし、薬なんかもあるかもしれませんし、いろんなことがこれできるようになりますので、必ずしもフィンテックっていう狭い金融の世界だけの話ではなくて、この技術の応用範囲が非常に広いと、で将来、場合によっては中央銀行が通貨も紙幣もなくして、自分たちでブロックチェーンを作って、ですね仮想通貨で、これが日銀券がネット上にあるというようなことになるかもしれないぐらいですね。 すごく変わっていくと思うんですけれども、まあ、それまでにはまだ時間がだいぶありますけれども、そういう時代が来てるっていうことに、我々は備えなきゃいけないということだと思うんです。で、その前段階で今、まあ、その間というかあれですけど、マイナンバーが今も、も普及が、まあ、遅れてるんですけれども、し始めてますので、マイナンバーで公的個人認証をやれるという仕組みができてくれば、ですね将来は、場合によってはその,その人の所有する不動産登記とかですね、 あるいは、まあ、印鑑証明みたいなものも不要になってくることも考えられますというか、そういうものを我々はしたいと思ってるんですが、そういう意味でいろんな技術が進んでいく中で、仕組みなり制度なりを変えていかなきゃいけないという段階に来ているというふうに思いますまあ多少、骨整理りすると、おっしゃるようなデジタル化があって、でまあ、そのブロックチェーンとか使わなくても、 いろいろ便利なサービスができててでそこでもなかなか今サービスが進んでないっていう問題があってでそれが銀行 API っていうのができてきて銀行とうまく接続させて新しいサービスができてきてるんだけどまだなかなか課題がありますねって話とそれから。 ちょっとこのあたりのお二人のご説明ですごい専門的なお話ではあったんですけどかなり分かってきたブロックチェーン技術ってのがあってブロックチェーン技術はかなりいろいろなものを変える可能性があってそこは今大事なポイントだったと思うんですけど金融必ずしも狭い意味の金融じゃなくていろんな幅広いところに使えるテクノロジーだとでこれを金融っていうふうにあんまり呼んじゃうとあるいはもうちょっと踏み込んで言うと金融行政っていう中に入れ込んじゃうともしかするとなかなか。 課題が大きいかもしれないでそこの技術はかなり発展性があってでそれはちょっと後で分けて話したいと思いますけど橋島さん最初おっしゃった話は実はその前のセッションで鈴木さんが、えー、と実はテクノロジーが変わっていろいろダボとかできていてもう契約が自動的にできちゃうんですよって政府なんかもしかするといらなくなるんですよって話が実はそこのブロックチェーンの話と絡んでくるんだと思うんですけどそれはちょっとちょっと金の話なんで。 後でちょっとちさっきおっしゃってたそもそもなんかこのい,いろんなテクノロジーがあって便利なサービスが出てこようとしてるんだけどなかなかそこは、えー、まあ,あの岩下さんのお話でいくと、えっと、オールドエコノミーって話なのかもしれませんけど伝統的な銀行の話でここはやっぱりあれですよね健全な安全な金融取引が絶対大事で,でそこが、えーとまあ、これもずっと今日多分非常に大きな。 今回の G1 の大きな流れのポイントなんだと思うんですけどいろんな試行錯誤をやっていくことでイノベーションが出てくるんだとでその試行錯誤をしなきゃいけないという話と全体安全の取引ができますよという銀行のしかみとはなかなかこう合致しない部分があってとっていう話があってでそこを、まあえー、と変えていくという話が今お話になってたような、えー、と政府の,の取り組みだと思うんですけどもうちょっと踏み込んで今具体的に何が進んでてどの辺りがまああのこれからの課題なのかというのをもし とどのところで議論してた話があればはいはいあの今回のその代理決済を代行業者を登録制にするところでですね今もお話ありましたけあのしましたけれどもあのまあ、基本的に既存の業界なりですねこれは大大手銀行なり、えー、はあの基本的に厳しくしてくれと。 いいううこととを思考していくんだと思うんだ思ですね一方で、ベンチャーの人たちは、そんな厳しい規制を言われたら、参入できなくなりますので、だめだという、この綱引き、まあ、先ほど来出てたオールドエコノミーとニューエコノミーの綱引きがあって、あのまあ、収まるところであの収まったんだと思いますけれども、まあ、基本的にどの分野でもこれが起こってくるんだと思うんですね。で行政も、これあのシェアリングエコノミー、あの全体会議でもありましたけれども、シェアリングエコノミーも同じで、 既得権益のある人たちとニューエコノミーの人たちでどう整理をしていくかというところの論点があって、役所がですね、金融庁も、最近はようやく変わってきたんだと思いますが、今日は大智さんも担当の副大臣もおられますけれども、やっぱり大手銀行の,この安定感のある仕組みを守るというのがあの昔からあって、それから基本的に規制行政と。 規制でしっかりチェックするんだと、俺たちがチェックするんだというところが大きな方針としてありましたので、基本的に大手主体の規制行政というのを展開してきたわけですけれども、もうそういう時代ではなくなってきてますので、金融庁自体も変わってきてますし、まあ、その変化がまだ遅いわけですけれども、今回のいろんな議論の中で、こういう形で IT、 の人たちの意見も取り入れた形で、裁判、決着したわけですけれども、これは金融庁だけでできない世界もあって、ですねそれから党の側も同じように、金融の調査会だけではできない、IT の人たち、あるいはブロックチェーンになると、もういろんな国土交通関係のところとか、みんな関わってくるわけですので、そういう意味で、全体会議でもありましたけれども、どっかの省でやるということではなくて、 やっぱり内閣全体、内閣府の特区全体の中で考えていくとか、ですねやはり官邸主導、内閣官房、内閣府主導でいろんなことを進めていく、まあ、あの大きな方向性はそういうになってますけれども、これをさらに推し進めていくということだと思いますそのあたりは、お考えがいろいろあると思いますそうそですねあのさっきからちょっとあの中国のテン天性ンのウィーチャットの話があって、中国の,あの フィンテックはすごいという話を最近みんなするようになったんですよね、確か去年のフィンテックの投資上位のうちのなんか8社か9社ぐらいは中国の会社だったりするので、そういう意味ではその中国のフィンテックっていうのは、あのみんなが使っているし、多分これが大きな力になってくるし、日本にも多分影響を及ぼしてくると思うんですけど、これ、どういう行政の仕組みでやってるかっていうと、基本的にはです、ねあのまあ、あ原則自由なわけですね。 でやってみてでだめだったらこれ行き過ぎたらそれを取り締まるっていう方法なんですよででこれはいい方法そもそも WeChat とあのアリペイが出てきたからいい方法だという意味ではいい方法なんですけど同時にですね中国でのはのシャドーバンキングが表に出てくるプロセスでさまざまな,そのなんかネット上の投資商品がいっぱい売られてでそれを買った人がですねみんなあの紙,切紙切れというかまあ電子のかけらに。 なってしまってあの大きな損失を被ったという事件が非常に頻発したんです。でそういうのがたくさんあった上で一方で中で成功して生き残ったのがあのアリペイでありテンセントなわけですね。で果たして日本でそういう形のあのイノベーションができるでしょうかというかですね。あのまあ、昔からよくあるんですよ。あの事前規制行政はダメだからもっとあのできるだけ市場に任せて自由に参入をさせた上で。 っていうそういう指摘はその通りなんですけど一方であの実務的な問題ですね特に金融銀行に対する国民の信頼というのはものすごくなんかあのレベルが高くてです、ね、あの今日の午後例えばあの ATM がどっかの銀行が動かなくなっちゃいましたと言ったら勇敢に乗っちゃいますからねそれ,それぐらいそのあの例えば海外だと ATM がアウトボーダーというのはもう非常に頻繁に見るわけでなんでそんなにそこまでも要求するのかというところなんですけどそういうくあの国において。 果たしてそのさっき申し上げた中国のような形のねあの自国の規制で対応していきますという形でイノベーションを進めようとしたときに本当にあの国民が納得するんだろうかっていうのはやっぱりあの実際に現場でやってるといろいろ不安になりますそういうこともあってあの使ったも今回のあの例えばオープン API の あの標準化であるとか、あれオープン API を利用する形のそのあのフィンテック事業者の登録先導入であるとかということについては、これはフィンテック業界とそれから銀行業界がかなり密接にあのこれだけ協力あのあの協力し合いながらというか頻繁に会議を開いてあのこう力を合わせながらものを作っているいった国ってあんまりないと思うんですね。うん、そういう意味ではその日本の場合はそういう国民の高いレベルを実現するためにフィンテック業界もやいや銀行側にアイビ であの一緒になって安全なものを提供してくれてるただ、ええ、その分だけイノベーションするパワーはです、ね、もしかしたら落ちているかもしれないのでそ,それで日本はは大丈夫ですか<そ><そ>ここそ世界の動きについていけるのかなというのはそこが問題ですねすまさにそこ,そこであのいや、われわれも WeChat を使った方が便利だから。 あの日,本も日本版 WeChat になってとか LINEPay になってとかっていう形になるとそれはそれであの果たしてあのみんなあのそれで日本の産業なり日本の,あの消費者なりっていうのはあのもちろん日本銀行側ですけど満足なんだろうかっていう問題はあるのでもっとイノベーションを進める方向にあのできれば変えていった方がいいだろうというふうには私は思いますけども どうしたらいいいと思いますかあのです、ね、ここはすごくいろんな問題がこう絡んでいるんですけど一つまず金融でその他の産業と絶対違うというのはこれはあのお金っていうのは権力そのものなんですっていうことをすごく強調したいんですねなのでそのフォトムアップでみんなが使って楽しいねっていうのも大事なんですけれども他方で この権力そのものであるところのお金金融というのをどうするんだっていうのはなんか国家主義的な観点から多分あのフィンテックというのはこう考えなきゃいけなくってでこの観点はすごくやっぱ大事なんですよね。 今、日本はそのあのイギリスと、まあ、MOU をフィンテックで結んで、まあ、一緒にやっていきましょうとでシンガポールとも結んで一緒にやっていきましょうと、まあ、こういうふうな話をしているんですけれども1、まあ、つその、多分これはもうあの金融の偉い人に多分聞かないと分からないんですけれど1つ脅威としてやっぱり厳然と存在しているのは中国というのがまあいるんでしょうとでこの中国の人たちはまあ我々の10倍の人口がいて大きくスケールをする。 まあビジネスをやってで当然狙ってるのはそれはあのインドネシアあのこのなんだ東南アジアであり、まあ、インドでありアフリカでありっていうのをわっとこう攻めていくぞっていう、まあ、こういう構えを持っていてでそうするとこう日本、まあ、蹴散らされちゃうよねみたいなところがこうありますとでそういう中でその彼らはそのインターネットを管理するということをやってのけたわけでして、まあ、そこでこうあの今度はブロックチェーンを今度管理しようとしてるわけですね。でそういうい世界にこう 我々がこう飲み込ままれてしまってしっはまあ大変だっていう多分こういう目線があのフィンテックの行政っていう観点からすごく大事ですとでなんかそういう中でこうイノベーションを進めていかないと多分日本がまあ負ける中国に飲み込まれるみたいな中でどうやってイノベーションをこの促進をしていくかといった時に多分一番日本でやらなければいけないのはそのプラットフォームに対するこの規制の在り方っていうものについてあの真剣に考えるべきですというのをやらないと。 ダメです。ということですね。で、あの eu とかああいう人たちは。 去年2015年の段階でそのプラットフォームっていうのはそのプラットフォーム規制っていうのはやらないっていうふうに決めたんですねプラットフォームっていうのは一個一個個別の物事をこう見てってでエ,グあのエクスポストで何か問題があったらばそれは独禁法の方でやればいいじゃないかっていう,まあこう競争政策でやろうっていうふうに大きくあのまああの合意をしてるっていうこういう状態で,でこれはその事前に何かやろうよっていう話をするとすぐまああの過剰規制になって。 てうノベーションをを阻害をしてしまうこっちの方のデメリットの方がずっと大きいっていう、まあ、こういうコンセンサスのもとでやったっていうことなんです、ね、なので今回そのあの銀行法の改正でまあガタガタしたというのもそうですしェアエこの文脈での民泊をやろうとしたらアメリカからすぐ批判が飛んできたと思いますけれどもあれも結局プラットフォームに対するその規制のやり方みたいなものについて日本があの世界とちょっと目線が違うところからあの 動いていてるでそれはその国民のところから見るとみんな不安よねとだ不安で何かあのこう規制をしとかんといかんからそれはプラットフォームを規制しようよっていう、まあ、素直な感じでこうやってるんですけど多分世界の潮流はそういうことではないところで今あの動いているというふうな感じがしておりましてこの辺をもうちょっとなんかあの理解をした方がいいなっていうふうに最近思ってます。 おっしゃるとおりではその、まあ、事前規制か事後規制かって、まあもうこれはもうずっと以前からの、えー、論争でもあるんですけれども世界はですねものすごいスピードで動いてますので深セあのーまあ、新鮮もあの中国の、私も年末行っていろんなベンチャー何社か見てきましたけどもうみんなやる気満々で自由にや,やらせてもらってますし電気街なんか行くと何でも揃うわけですね。なんか作ろううとと思ったら部部品が全部揃うし イスラエルも行きまして、イスラエルもやってますし,し、フィンランドもやってる、アイルランドもやってるも各地、世界もみんな、まあ、シルゴンバレーもちろんですし、いろんなことを、どん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 いろんなチャレンジをしてるのをやっぱり日本もやらないと、ですねもうあの間に合わないんだと思いますので、まあ、これは河野さん、よく安田さんに言われますけど、日本は改革は苦手だと、でも改善は得意だと。 いうま,あまさにあの一歩一歩やっていくのは一つ一つ改善していくのは得意だけどもどーんと改革するのは苦手だとよくまああの言われますけどもしかしまあそんなあの一歩一歩やってるまあ今の先ほどの法律改正なんかも含めてこう一歩一歩やってるんですけどもちょっとこうえまさにカエルのジャンプみたいに飛ばなきゃいけない時が来てるんじゃないかなと思いますのでえまあこれは特区含めてえ相当いろんなことをやる時に来てるんだろうと思います。 そうすると先ほどおっしゃったみたいに、ね、これ金本当は狭い意味の金融の話じゃなくてもうちょっと広い話に関わる問題だとそれからこの前に出てきた AI の話とも絡む話なのでだある意味で大きくこう少し考えると、まあ、先ほど深センが出てきているのである意味で日本に深センを作るとでそういう意味でこうある種のまあ究極の特区みたいなもので、まあ、そこではか,かなりの実験もやれるし、まあ、中国で深センをやっているようなことも自由にできるとこのままのどこかで作らないと。 なかなかその大きく伸びていかないんじゃないかという気もするんですけどなんかそういうあたりの大きな話は考えられないでですすかねねそうですね、まあ、国家戦略特区はです、ね、それをやろうということでやってますのでこれをさらに加速をするということと、えー、それから、まあ、その時にも議論があったら、まああのバーチャル特区というかですね別にエリアを決めてやるものじゃないものもあるので、えー、そういうものとか、まあ、これはきあの企業実証特例特区。 としてですね企業が提案して日本全国である企業が今ヤマトがちょっと提案してやったりしてますけどもそういうのをどんどん出してもらってであのこれももちろんオールドエコノミーとニューエコノミーの対立があるんでクリアしていかなきゃいけないんですけどもできないならできないでどう改善してどうやったらできるようになるのかっていうところも含めてですねやっていくのが大事だと思いますのであの枠組みは割合こう揃ってきたんですけどもちょっと思い切ったそのスピード感とか 企業あの民間からの提案とか、それに応える政府の体制とか、こういったところを,を加速する必要があるというふうに思いますなんかですね、多分そのまあ。 イノベーションをこうなんかマネージしようっていう発想がその政府に強いですという感じがしますと要するにこう何が起こるか分かんないからまあこのぐらいの範囲でみたいなのをやってるんですけどまあ中国なんか見てるともうなんか混沌みたいな感じですね混沌の中から何かを生みますみたいなあの世界をやってますとで日本もきっと明治の初期とか混沌だったはずなんですけどああいうなんか混沌みたいなものをこうあのその最悪のことが起こんないぐらいの感じでマネージするみたいな 仕掛けがなんかできないもんかなっていうふうに思うんですけどなかなか、まあ、あの発展をしてしまったが故に難しい世界ということなのかもしれないんですが一部の,そのなんかリスクトレ取ラらあの許容度の高い人たち をまあ,あの一定属性にしてこの人たちに対してはもちろんこうインフォームドコンセントでもあの分かったっていう状態にするなりまあ保険がついてるでも何でもいいんですけれどもそういう人たちに向かってはあのいろんなことがこうあの実験的にできるっていうまあこういうようなあのまああの試みみたいなのをやる。 多分面白いいいんんじじゃないかという感じはするんでするでけどね特に金はネットワークなので、まあ、人ベースであのそういう人たちを一つ束ねてみてここに向けてみんなどんどんちょっとサービスやってみようよみたいなのをやるというふうな感じなのは成長したがゆえにって言われましたけどあのドイツ、ベルリンもそうですしいろんなところで、まあ、シュリコンバレーはもちろんいろんな人が来るからあれなんですけどいろんなところでやってますが日本でできないことないと思うんですね。 だからそれをやっぱりこう一歩もう一歩踏み出すその努力を我々政治側がやっぱしなきゃいけないと思いますし併せて民間企業民間側もこれができないかというのをもっと強くこう言ってもらうのが大事だと思いますのでぜひあの進んでいくようにやりたいいと思います,ですねあの松村先生がおっしゃったのはなんか最近あのあの一部でややされるあの あの五送船団型イノベーションってやつで、ね、ありまして <laughs> なんかあのイノベーションなのになんか誤送船団だってなんかそれ自体って定義矛盾じゃないかっていう感じがするんですね <laughs> あので多分そ,それ自体はあのこれまでの、まあ、ある意味規制に服してきっちり、まあ、業法に服してです、ね、それぞれの,あの業界特に、まああの金融まあ、銀行であっ証券の保険であるということはそれぞれやってきたことを、まあ、踏襲していると。 いいう意味においてはイノベーションをやれって言われるからイノベーションをやれっていうことなんですけど多分あのイノベーションをやれってなんかホームランを打てみたいなサインみたいな話でね <laughs> そんなの無理な話なわけですよだからそういう意味ではイノベーションっていうのはやれって言ってはい分かりましたやりますっていうものではなくてもうある意味であのみ,みんながそういう気持ちになることがまず大事でその中で、まあ、優勝劣敗であのこうすごいことを考えついてそういうことをやった人最近取り組んだ人がそれをあ,のある意味で全部取っちゃう。 特に今インターネットですから昔みたいに国ごとに金融規制でそれぞれ分けてたというわけじゃなくてもっと国境を越えてその先まで行っちゃう世界なわけでそこに日本の企業がそれなりに優秀な人材を集めて立派な資本を持っている以上ですね そこにチャレンジしないでどうするんだっていう感じのことを思ってますし多分今銀行のトップは相当そういう気になってますからただメカニズムとガバナンスのメカニズムはまだそういうふうになってないので。 あのそこはあのもうちょっとあの例えば社内分社化とかですね社内ベンチャーとかあるいはもうあの外部のベンチャーに出資するとかっていうことこの銀行で,できるようになったわけですしそういうことでもっとそのイノベーションをまあイノベーションはやれっていうんじゃなくてもうあのイノベーションがあの結果として取り込まれるような形になんとか変えていくっていうことが必要なんでしょうかねあのフィンランドでいろいろ議論するとですねフィンランドもかつては大企業志向学生があってですねまあノキアなんかもあって。 えー、あんまりこうベンチャーを起こすという感じじゃなかったのが、ノキアが調子悪くなって、ですねその人たちが独立して、新しい会社を起こしたりする中で、この15年ぐらいでものすごくそのベンチャー志向にでもちろんあのスラッシュっていうイベントとかですね、いろんなことをやって、ベンチャーをこうこうかきたてることをやって、文化が学生とか若い人たちの文化がすごく変わってきたというんですね。だから、あの日本ももともとさっきおっしゃったように、の混沌の中からいろんな企業が生まれて、今や大企業になってますけれども。 DNA がないわけじゃないと思いますのでこのなんかこの安定感のある成熟した社会でゆったりしたところからこのまあここに来て危機感が先は危機感があの、えー、健全な危機感という言葉を竹山さんに言われてましたがまさにそんな中でいろんなことが生まれつつあるし企業のハードルはぐっと下がってますので、えー、もう一回そういうあのアニマルスピリッツをこうかきたてる。 そういうあのイベントというか、その国民運動というかです、ね、これも必要だというふうに思います、まあ、金融だけに限らないんでしょうけど、今回のこう全体から流れてきてる動きですけど、やっぱり特に金融のフィンテックって大きな動きの中では、やっぱり今出てきたこう、意図的に混沌を作り出そうみたいなところですね。でこれがやっぱり 結構大きななポイントかなと思いますけどでもその中で金融でさっきちょっと脇に置いときましたそのブロックチェーンの発展でスマートコントラクトって呼ばれているような話でまあ IoT なんかを使うとこの前の話とも絡んできてもう自動的に全部契約をすべて済んじゃうとで全てそのブロックチェーンの仕組みの中で契約まで全部済んじゃってすべてのものを処理できるようになると相当世の中変わるんじゃないかっていう。 えまあ議論があるわけですけどこの辺りになるとちょっとサービスが便利になったよねっていうのとは違うレベルのことがいろいろ出てくるっていうふうにまあ言われてるわけですけどその辺のは相当変わりそうなんですかねっていうのはどちらか岩下さんからあのザ・ダオあの,あの,あの,あのこうあれですげ であの去年の5月にスタートしたザ・ダオについてはその後、まあ、いろいろあのこう不正事件が起こったりあのハードフォークが起こったりあのこうイーサリウムの部分割が起こってイーサリウムクラシックが起こったりとかっていうそういうあのいろんな事件が起きたので割とみんな知ってるんだと思うんですねでただあの実はインターネット上でさまざまな形で企業のガバナンスのスタイルあの中に取り込んでいこうと。 あのでそ,れその部分を自動実行できるようにしてた,ただあのインターネットの上だけだとやっぱりそれはあの心配なのでそこにそのあの、まあ、イミュータブルなあの書き換えることができないあのこうで部分を作ってその中に契約書を書き込んでいってそれであのあ安,全安全にというかです、ね、確実にそれが自己サイレにしようという動きというのはやっぱりあのブロックチェーンができるようになってからあのこう本格化した動きだと思います。たただこここのの議論のこれもやっっぱり気持ち悪いところはです、ね、あのザ・ダオを作った人 たちザ・ダオ事件でいろいろ騒い人たちっていうのはあのどこの国の法律にも服さないどこの国の金融規制にもあるいはその裁判管轄にも ないんだよみたいなことをこう自分たちで言っていて自分たちのコード書いたコードが法律なんだコードイズローとかっていう言葉を彼らは使うんですねでこ,れこういうのがあまり行き過ぎちゃうとやっぱりあのこう何て言いますかねあのせっかく今それぞれの国であの秩序を作り出そうとしているガバナンスをあまり大きく壊されてそこまで壊されてしまうとちょっとそれはあのさっきの混沌の行き過ぎのような感じがするわけです。そそそそののの意味ではそのどううううやってててういう人たちが作,ろうと作り出そうとししるものに対れ、ね、れぞれの あのあのまあ、それを無理やり規制するというよりもそ,それと同じぐらいの便利なことがあのできるようなものはそれぞれの国の規制の中でちゃんとできるようになっていれば別にあの無理無理そのあの規制のないというかど,どこの裁判官たもわざわざ複数の不安定な状況を好んでそっちに行く人はあんまりいないと思うのでそういうあの成長の可能性みたいなものをあの普通の国の中に持たせるということがとても大事なことだと思いますね。 具体的にはど,どんんななことがでできそうなんですか課題はあるにしてもどんなことができる,できるあのですね多分ブロックチェーンの,その捉え方としてこれすごくジョーカーみたいなものだというふうに思っていろんな意味でそのジョーカーみたいなものなんですけれどもその先ほどプラットフォームの話をしましたしそのイノベーションの話をしましたが全てそのあの 共通をしている話は全部データっていう話をしているんです。というこういうことなんですよね。で、そのフィンテックが先ほどそのまあ、コンテンツメディア業界みたいなことをやってるって言っていたのはまあ、データって。その、うん？ あの大量に同じものが大量に集まるとそれは価値が出るっていうまあ規模の経済もあるんですけれども異質のものをくっつけるとすごい価値が出るっていう意味の範囲の経済っていうまあこっちの世界もありましてで今まで集めてきた非金融のデータみたいなのと金融のデータをこうグッとこうくっつけるとですねまあ,あのまあすごく価値が出てきますっていうこういう世界がまあフィンテックをやってるところの後ろにありますよというこういうことで,でそれをこう今みんなデータを一生懸命集めて 詰めるっていうのを。 やってますとでこのデータ自身をこう集めるための一番大きな、まあ、仕掛けがこのプラットフォームというやつでこれはその下側と上側と2つのこのマーケットのデータをこう集めるいう対ユーザーというのとグーグルであれば対広告主というか企業これ両方ガラガラガラッとこう集めていくでこの2つが両方こう連関し合ってこうぐるぐる自動回転エンジンみたいな状態になると、まあ、強い企業がどんどん強くなっていくってう、まあ、こういうふうな仕組みになって それをこう可能にしているのがデータですというこういうことですねとでブロックチェーンの話っていうのはこのデータがこの o g l e とか、まあ、こう誰かに集中的に集まるという風な話に対して、まあ、反旗を翻しているわけですね今そのデータポータビリティとかいろいろやってますけど、まあ、このデータってそもそも誰のもんだっていうと、まあ、個人のものだよねという、まあ、こういうふうな話になっているのでなんかこう Google それで勝手に儲けるなよと実はただでサービスもらってい ってるんで勝手に儲けてるってことでも必ずしもないんですけれども、まあ、それにしてもその o g l e の方の取り分がデータに対する取り分が多すぎるよねみたいな、まあ、こういう話があってでそれを自分の方に戻して、まあ、管理するための手段として何がありますかというとこの分散型大腸技術ブロックチェーンっていう、まあ、こういう技術が あるねというまあこういう話になってくるのでその今のイノベーションの中で典型的に言われているそのいろんなプラットフォームとかデータとかまあこういうビジネスに対してまあドカーンとこう全然違う方向からまあものをこう突きつけているのがまあブロックチェーンっていうまあこの捉え方はあの他方でそのブロックチェーンについてそのスマートコンタクトはいろいろできるよねとかまあこういう話も大事なんですけどもうちょっと大きなところで多分持っていないとブロックチェーンの本質っていうところを、ね なんか見はいそれでは、えー、と皆さんいろいろご質問があるかと思いますけど全体フロアからご質問を受けたいと思いますけどじゃあ、えー、とこちらから順番に行こう,いう、はい、あの大変興味深く聞かせていただいてパネリストお三方と今日はのお知事 副大臣がいいらっしゃいますので金融担当副大臣がいらっしゃいますのでぜひ一緒にご議論していただければありがたいんですが一つ金融ってやっぱり特殊だっていうのはその通りだと思うんですねそれは私たちの社会がやっぱりコンフィデンスで成り立っているのでその中核にある銀行というのはやっぱりきちっとしていなければいけないだから特別に保護もするし規制もするとで責任も与えるとそういうルールでだから規制もあるから自己資本の比率の規制もあると。ととここころが今起こっていることはまさに そのビッグでさっき最後に言われたようにビッグデータで,ですね今までのような広告と規制が不必要になっているでフィンテックってある専門家が定義して私は大変納得しているんですけどもお金に関するビッグデータを取り扱うテクノロジー企業であるお金に関するビッグデータを取り扱うテクノロジー企業だこれ銀行と何の関係もないわけですね。 だからそれをその銀行の業法に当てはめようというような形に絶対にならないようにしなきゃいけないと思うんですが、まあ、そういうふうな方向に進んでいないかどうかというのが最初の質問ですでそれとあの松山先生が言われたいろんな実験混沌これ実はあのまさにサンドボックスってそれなわけですよねあの実際実験に参加する人にあのちゃんと契約を交わしてこういうリスクもありますよでもあなたも参加しますかでそういうことはこれ実はやっぱり日本今の安倍政権再 感度が良くて8か月ぐらい前に初めてこうあの産業する会議で提案して今度本当に実現することになりましたからこのサンドボックスをいかにやっていくかということに尽きるんだと思うこれは管理された混沌を作り出すという意味だと思いますでその観点で実はもう一つの質問はやっぱりフィンテック日本すごい遅れてると思いますね、えー、っと GDP に対するマネーの比率っていう私よく挙げるんですけど20年前これ8%だったの今20%になってるんですね でもちろんこれゼロ金利、マイナス金利だからキャッシュを持つという選択もありますけれども北欧の同じような金融環境のあるところでは比率が下がっているのにむしろ日本が2.5倍になっているとこれやっり何かおかしいだからもしあの提案したいのはです、ね、これもやっぱり KPI を定める必要があるんじゃないですかこの比率を少なくとも何年で半分ぐらいになっていなきゃおかしいとか、ね、それについてちょっとご意見を伺いたいと思います。 衆議院議院員の平田ですあの自民党も結構今議論していて、えー、私のホームページのタイムラインの12月6日を見ていただくとですね自民党の経済構造改革に関する特命委員会の中間報告があってで茂木政調会長から言われてるのは地方経済とイノベーションと金融と言われていてでそこにはビッグデータとかイノベーションが入ってきてでそこでやっぱり私はトックの深掘りだと思ったので。 えー、そのドローンとか自動走行とか遠隔医療とかあとフィンテックも入りますよねそれをもっと深掘りしようとそれでその新しいテクノロジーが出てきて社会実装をするした時に今までなかった技術なのでその規制っていうのはその技術がなかった時にそのリスクが顕在化しないように規制をしてるんで例えばあのその民泊なんかで議論で。 フロントがいなかったら危ないだろうっていうんだけどそんなの顔認証と遠隔のキーの操作でやった方がぼっとしたおばあちゃんがいるフロントよりよっぽど本人認証できるわけですよねですからそういうのをやろうということであの一応茂木政調会長が規制ゼロのフリーゾンン特クを作りますっていうのを言っちゃったんですねただ規制ゼロってないので法治国家なんであ正直言ってですねだからそれはあくまでその特クを深掘りをすると。それで 大事なのは今のトックも竹永先生中心にあの民間議員が引っ張ってもらってますけど結構やっぱり時間かかるんですよ実現までなのでもっと政府の方でしっかりサポートしてあげましょうとそれでフィンテックもそれは銀行法があるからだめよじゃなくてこのリスクはこのテクノロジーで保管しますっつったら政府も一緒にリスク取ってあげるという仕組みのレギュラーとリサンドボックスを 作りたいなだから今ちょっと言葉が踊ってて「レギュラトリーサンドボックス」って言葉と「規制ゼロのフリーゾーントック」っていうのと私が言ってる「ハイパー近未来技術実証トック」とかいろいろあるんですけど、まあ、みんな同じ,同じですそれでそのフィンンテック見るとやっぱりベンチャーなんですよだから今はその銀行に「フィンテック企業を買ってもいいよ」って規制緩和してけどやっぱりベンチャーがどれだけ活躍できるかっていう環境をその「レギュラトリーサンドボックス」を含めそして政府が寄り添う。 でここポイントはもうさ,っきさっき竹永さんと私意見一致したんですけどやっぱり金融庁やらせないってことですよね、大内副大臣、金融庁やらせないっていう。ということで、ぜひ、それでちなみに、われわれが作ってる成長戦略は明日の8時の分科会 D でやりますので、ぜひ来てください。<laughs> 法政大学のグロですけれどもあのコラムとかいろんなところちょっとずっと書いてるんですけどこの問題をその一番起爆剤になってプロモートするやり方が一つあると思っていて、まあ、日本銀行でも検討してると思うんですけどもデジタル貨幣要するにあの財務省の理財局とあと日本銀行とか金融庁とか、まあ、金融庁にやらせないって話にさっき言ってましたけどの除、まあ、いてもいいと思うんですけども理財局とあの日本銀行とですね であのまあ、議論して、まあ、あの最初に一万円札とかやると結構大きな話になっちゃうんで補助効果とかそういうのがやり始めるとであの先ほどあのビッグデータが本質だって言ったら竹中先生もまさにその通りだと私は思ってまして、まあ、いくつかあの日経の記事とかも出た、まあ、社名を挙げるとあれなんでちょっと言いますけどあの、まあ、お釣りが出たらそのお釣りをまあいくつかこうするとでその時に多分把握したいのはその決済した金額じゃなくてどこでどういうところでどういうのを買ったかとか。 そういういいのをを把握するビッグデータを作りたいとで、えっと、マネーっていうのは必ず取引すれば相手が誰が受け取ってどういう業種の人かっていうのはこれ分かるのでそのデータをあの国としてですね外に出すような感じでやってもらうとこれすごくあのどこの産業が儲かってるかっていう分析にも使えるしただちょっと気をつけなければいけないのは、まあ、いろんなものによっては人がどういうふうに買ったかっていうのをあの知られたくないものもあると思うので買った人が誰かっていうのはまあ公表しないと。 受け取った側って大体みんな産業なんで、えその人についてはこう外に出していくっていうな。でこれはマイナンバーとか経産省が進めている法人のいろんなやつがあると思うん,ですんで、まあそういうのをやっていただければいいのかなという、その辺を議論していただけたいということです。あのちょっと当面地区になっちゃうんですけど、<laughs> あのじゃあ簡的にはですね、あのまず現状認識ですけれども、あの現状私今仕事やっててですね、金融庁の副大臣として。 金融庁は一生懸命やっているよという世界と経産省的に全然やってないじゃないかという世界の間に挟まれているということです。で、あす。基本認識としてその先ほど金融文化とですねフィンテック文化は違って、えー、フィンテック文化は金融要請の枠に当てはまらないその通りだと思います。で金融文化というと金で安定性を求めて一方でフィンテック文化は金と物の,の融合性で利便性を求めるとでもう一つは先進国型と先進国型で先進国型っていうのはもう金融システム発展してるので え固定電話いっぱいあるところにはモバイルがなかなか進展しないみたいな話が今起こっているとでそういう中で現状認識今に日本の金融サービスは利便性もともと高いです安定性も高いですそういう中でメガバンクをベースとしてそこにフィンテックベンチャーとかくっつきながらですね今一生懸命やろうということで今回の法律もできてきているこれは今の立ち位置だと思っていますただリスク感覚ありますそのアリペイみたいなのが上陸することもあります それとあとあ世界全体として金融だけじゃなくて金融と物がくっついたサービスが一般化していったときに日本だけ消費習慣がガラパゴス化します、これがリスク感覚です、じゃあどうすればいいんだという話の中で、その新ンみたいなものを作るか、トックみたいなものを作るか、その中で先ほど森島先生がおっしゃっていたデータセンシブでデータプラマイが確保されなきゃいけないという中で,ですねどうするか、これについて金融庁にグ,ルグランドデザインを求めましたけれども、出てきません。 ですからやっぱ金融庁の枠外って、枠プラスアルファなんですよ、それをどう作るかがこれからの課題だと思っているので、なんかご指摘あればいただきたいと思います。 参議院で古る川ですけれども、あの自民党内でもです、ね、あのフィンテックの規制、今回、銀行法でやることには大変多いあの反対が多かったですね、新しい携帯の法律を立てろっていう、それが意見がメジャーだったんですけど、まあ、残念ながら銀行法の改正になりましたけれども、ただね、現実にフィンテック業者から聞くと、実はあのまあ入ってくるためには、あの API が必要なわけですよね、提供してもらうことがね、ところが多くの銀行って、特に市金なんか、体力ないから、API をあの構成する業者って限られていて、そこに何十億も実はかかると。 もち、まあ、ろん国は事前規制しましたけども実は、民間の,その既得権益を持っているような民間の業者がフィンテックあのベンチャーが入ってくるのを阻害しているとお金の面で,、ね、でこれがやっぱり実態だと思うんですよ、でこれどう変えていくかそれだったら政治頑張りますからなんかいい知恵を教えていただきたいんですけどねすみません、簡単ですけどあの提案としては J コインを作ってください。 だって今、ビットコインとかブロックチェーン、難しい話は、これは実は非常に簡単ですよ。これはプロトコルのスタンダード。これは設定するべきですよ。ビットコインは誰も信頼してない。ロシアは誰かはよくわからないということであると、今、日本初グローバルスタンダード。これはやっぱり今、すごいチャンスですよ。日本の3つのメガバンク、日本銀行と財務省、連結して、 J コイン、ジャパンコイン、まあ円コイン、日本コイン、何でもいい。でもこれは作ればグローブルスタンダーになりますよ、はい、ということです。はいはい、はい、えっ、ー、とすみません、あと三分になっちゃった。一人一分ずつしかお答えできないですけど、<laughs> 申し訳ないです。順番にじゃはい。まずあの銀行のところですけど、今これ行われているのはその銀行のあの再定義をやっているということで、今までの銀行 とは多分違う銀行のまあビジネスモデルとその金融全体における重要性が多分変わってくるっていうことをまあ追求しようとしているんだという,ふうにあの思いますというのが1つとあとそのデータの戦略っていうのは本当全体で行わないとうまくいかないというのをくっつけてあのやっていくので,でここをその金融庁、僕はあの金融庁出身でもあるのであれなんですけどあの長官とか上の人は偉い。 ただ、あのう、加とかさん、ああいうのはやっぱ、こう、どうしても守っちゃう、自分を守っちゃうんで、そこのやっぱ、あの仕組みの問題で、こう、もう、なんか、長官がバーンみたいな、なんか、そういう話であれば。もっと話は進んじゃないかというふうな気がしました。すみません、二つだけ答えました。はい、ありがとうございます。あのえっ、ー、と、ジェイコイン、非常に面白い提案だと思いますが。えー、思います。ですから、まあ、それは一つの一案、それから、もう一つは、まあ、それぞれが、もう、いろんなものをやり始めてますから。それで、切磋琢磨しながら。 なんかこう、競争しながらやっていって、その中でやっぱり自然淘汰されて残っていくっていうのもあるのかなと思っちょっと考えます、なんかいい方を、まあならないかな、まあだから日銀、さっき言いましたけど、日銀が自分で構築してやるっていうのは一つの方法だと思いますので、えーまあ、いずれにしてもそれは一つの提案として。あの ありがとうございますそれから情報がやっぱり大事だという点で、あのどこで買い物してるか、これ、今はそのおあのあれ電子マネーだったり、あるいはポイントカードで、えー、どの人がどこで買ったかっていうのを、こう情報を取ってるんだと思うんですね、かそういう世界ではなくて、えー、この大事なビッグデータをどう使うかっていうのをです、ね、もっと、まあ、今、匿名では使えるようになってるんですけども。かかかる分かる分かる,分かる 分かります、分かります、分かります、だからすごく今、ガラパゴス的な狭いところでやってるやつをどうやって汎用的にやるかという世界だと思いますが、いずれにしても情報はもうあの匿名でいろいろ使えるようにしてますし、医療情報を含めて法律も出してやりますので、これはもっと広がっていくと思います、いずれにしてもそのあのサンドボックスなりあの、いろんな名前はともかくとして、その規制を取っ払った、そのいろんな実験、実証実験をあちこちでやっていくということだと思いますので。 もうこれもどんどんやらないとまさに、指認証もあれば規制,がな規制関係なしに顔認証だけでアマゾンなんかも入って物を取っていけば勝手に顔認証で決済されるようなことまで起こってますのでもうどんどん世界が進んでいると思いますので、えー、ぜひやりたいと思います。えーね、KPI これれぜひあの、まあ、20ちょっと信じららないいい世界で高いんで高ん、えー これはぜひ成長戦略で何らかの形であの提案したいと思いまじゃあまその KPI の,あの竹田先生のご提案大変あのあのおも面白いというか私も実はあの心の根としては非常に賛成でありまして日本がキャッシュレス決済がこんなに進んでいないというのはです、ね、あの決して自慢できることではありませんなぜかというと割とあの誤解しているんですけどキャッシュはただだと。 それに対して例えばクレジットカードとかを使うとクレジットカードで販売した時にクレジットカード会社に払わなくちゃいけない手数料っていうのが実はかかってるんですねですから小さな商店なんかだとむしろキャッシュの方が喜ぶみたいなそういうところって実てあるんですよところがよく考えてみるとキャッシュ自体のハンドリングに 実は社会全体ででものすす。ごいいお金をかけけているわけですでそうするとですね、まあ、あのもちろん我が社の主力商品ですのであまり腐すわけにはまいらないんですがあの決してその,あの我々もあのあの銀行券がたくさん出てることがの嬉しいわけでは決してなくてですねあのそういう意味ではその日本全体のためにもあの社会の効率化のためにもですねよりそのあのエフィシエントな あの決済手段ががより普及することと望ましいとあのコンビニの前にですねなんかとかカードなんとかカードなんとかキャッシュなんとかコインでずろっと並べますよねあの状況って決してあの2020年じゃなくったってです、ね、外人にあの方にあの誇れる姿では全然ないわけですよねそういう意味ではそのみんなが使いやすいも状況にしていくとでそれで結果として一番使いやすいのは現金だっていうのなんかあの冗談みたいな話になっちゃってるんですけれども <laughs> あのそこをなんとか変えていくことが非常に大事だというあの竹野先生のご提案 まあ全くおっしゃる通りだとあの思います。でただ実際その KPI で何パーセントっていうのはこれ多分あの実際にやろうとしてもですね、もあの政策でできる話ではなくてあのあの国民が持ちたいと思って持っちゃうものなのでこれはなかなか難しいというのが現実問題としてありますということでございます。はいどうもありがとうございます。大変盛り上がりましてえっといくつか提案がいっぱい出てきたのはとても良かったことだと思いますね。やっぱりキャッシュレスの KPI と。 それからやっぱりスタンダードと情報をうまく管理することが世界と戦うことだっていうのと最後レギュラトリーサンドボックスでやっぱり管理された混沌を作り出そうというのはこれはここだけじゃなくて多分この全体に大きくかわる大きな提案だったかなと思いますどうもご参加ありがとうございましたこれで終わりしたいと思います